はい、今回はですね、ライブドアのロゴマーク、こちらをイラストレーターでトレースしてみたいと思います。四角形ツール M ですね。はい、で四角形を作って D で塗りの初期設定にし、スラッシュで面の色を取ります。右側のパスを選び、 S 拡大縮小ツールにし、シフトキーを押しながらドラッグ&ドロップすると、こんな感じで右側のパスの長さを変えることができます。はい、で線の設定は丸型先端ラウンド結合にします。これで丸みが出ます。シフトとオプションを押してコピーし、 O リフレクトツールにし、アンカーポイントをワンクリックし、右をクリックして左へシフトを押しながら反転させます。そしてアンカーポイントとアンカーポイントを重ね合わせて、ダイレクト選択ツール A で右側のパスを選んで、これを右側に移動させます。そして S 拡大縮小ツールで、拡大縮小ツールに切り替えてドラッグすると、このように角度を右側のパスだけ長さを変えることができます。 V 選択ツールで右側の面を選んで、拡大縮小ツールで拡大縮小します。これですね、ドアがですね、等角投影図法ではなくて遠近法ですね、一点透視法だったと思いますけども、このドアには遠近感があるんですね。S 拡大縮小ツールで右側のパスだけ、左のパスを選んで、また S を入れて拡大縮小ツールで調整します。これなんかここを A ダイレクト選択ツールで合わせます。ちょっとここでですね、 V 選択ツールでコピーします。シフトオプションを押しながら移動です。 C ハサミツールですね、ハサミツールに切り替えてパスをカットし、 V 選択ツールで不要なパスを選んでデリートで削除します。はい、で L 楕円形ツールにし、このドアノブですかね、ドアノブ部分を作っていきます。拡大縮小ツールでこのように大きさを合わせて、シフト M でドラッグすると一体化します。はい、さあこれでドア部分ができまして、でこの L ですね、 L 部分ですけれども、ペンツール P でクリックしてドラッグですね、こうやってチョン、クリックしてドラッグ、クリックしてドラッグ、クリックしてドラッグみたいな感じで、クリックしてドラッグ、これでだいたいトレースして微調整します。 A ダイレクト選択ツールでだいたい微調整をしていきます。アンカーポイントをつまんでクリックして、ハンドルもアンカーポイントで調整してあげます。なかなか微妙な作りになってますね。でこれ選んで D 塗りの初期設定にし、シフトコマンド鍵括弧ですね、
再配面へ送るのショートカットでオブジェクトを再配面に送り出します。でこれを反転ですね、 Shift X で、 でこちらの塗り線をスラッシュで消すという感じですね。でこれ一旦ですねコマンド3番で非表示にします。で先にですねこちらのドアの方を仕上げます。 Shift M シェイプ形成ツールで、クローズパス、オープンパス、ここをクローズにしたいですね。ワンクリックワンクリックで行くんだけど、ちょっとここが閉じてないっぽいんでちょっとパスを伸ばします。ダイレクト選択ツールでパスを伸ばして、もう一度 Shift M でワンクリックで、ダイレクト選択ツールでこの飛び出して余計なパスはカットします。でこの余計なパスは取っちゃって、でこれ選んだ状態で i スポイトツールに切り替えて、背景にしている画像からちょっと色を抜き取りますね。目視で入れても OK です。選んでスポイトツールで色を当てていくと、これで、オプションコマンド3番で背面に送ってたこのライブドアの L マークですね、これを再度表示させます。でこれですね L がこちら上側はドアの後ろに来てるんですけども、こちら側は下側はドアの上に来るので、これはですね C ハサミツールにして、ハサミツールのアイコンを長くクリックするとナイフツールが出るので切り替えて、上からしてシュッとマウスを動かしてください。するとこれでカットできて別々のオブジェクトになるので、シフトコマンド鍵括弧閉じるですね、これで前面に持ってきます。で、このこちらの L とこちらの L の両方を同時に選んでグラデーションツールに切り替えて、グラデーションを適用させます。さらにですねこのグラデーションツールアイコンの方から選んで、これでトラックするとですね同時にこうグラデーションを当てることができますね。でちょっとここがですね色が落ちるので、これぐらいでいいかな。両方選んでドラッグですね、このグラデーションツールでこうやってドラッグしちゃえばOK って感じですね。これで、ライブドアのロゴマークはトレース出来上がりました。ということで、ちょっとね、初心者の方にはちょっと難しいかもしれないんですけれども、練習にはもってこいだと思います。これちょっとやってみようと思ったけど難しいなと思った場合は、こちらの動画の概要欄にイラストレーターの使い方、初心者用の使い方のレッスンがございますので、そちらの方から、練習してみてください。徐々に難しいトレースに挑戦していくと、いろんなイラストが自由に描けるようになります。ということで、今回はライブドアのロゴマークのトレースでございました。失礼いたします。